皆さん、こんにちは。アートウィーク東京のオンライントークへようこそ。アートウィーク東京は、東京を代表する50以上の美術館やギャラリー、アートスペースが参加し、日本における現代アートの創造性と多様性を国内外に紹介する4日間のイベントです。今日は、美術史家の富井玲子さんより、東京はどこにある日本の60年代美術を作家のオペレーションから考えるというタイトルでお届けします。アートウィーク東京は、 東京の主要なアートスポットを結ぶイベントですが、この東京の美術について、そしてその対比としての地方の作家たちの動きについて、1960年代の日本の美術の歴史から再び捉え直すと何が見えてくるでしょうか。貴重な歴史的資料をご紹介いただきながらお話をいただきます。では、富井さん、どうぞよろしくお願いします。本日はお招きに預かりありがとうございます。 スクリーンのシェアをさせていただきます。本日のトークのタイトルは東京はどこにある日本の60年代美術を作家のオペレーションから考えるというものです。最初にタイトルの説明から始めたいと思います。 私の専門は戦後日本美術史の研究ですが、歴史の研究はミクロに知識を深めるだけではなく、これまで常識とされてきた規制の考え方を今一度見直し、さらには歴史の大枠のマクロな物語につ,つなげていくことが最大のチャレンジとなります。 歴史のナラティブは基本は戦場に続いてゆき、一旦ナラティブができるとしっかり固まってしまって新しい要素の挿入が難しい、そんなに簡単に修正が効かない融通のなさがあります。東京はどこにあるという問いも規制の考え方を見直して歴史の大枠につなげていく試みです。ちょっと考えると東京がどこにあるのか分かりきったことのように思えるかもしれません。 こういう日本地図があるとして、東京はここにあります。ところが、Where is 東京と質問を英語に変えてみましょう。日本人でない人との会話だとすると、まず地図のイメージは白地図で、都道府県すら見えていないかもしれません。そんな白地図の上の東京は単なる点でしかなく、そのコンテクストは見えてきません。 つまり、どこにあるかを知っているだけで、日本の首都ということは知っていたとしても、それ以上に日本の中で東京が何なのかは知らないかもしれないというのが実情でしょう。その延長で、日本はどこにあるというのも考えてみましょう。すると世界地図を出す必要がありますが、日本人だと小学校の時から馴染んでいる太平洋を中心とした世界地図を考えるのが一般的でしょう。 で、うまい具合に日本は地図のほぼ真ん中に位置します。先ほどと同じようにこれを英語で How is Japan? と質問してみましょう。するとグローバルには太平洋を中心とした世界地図がより一般的に使われています。この地図では日本は右端のし終焉的な位置になります。 ウィキペディアでワールドマップを検索したら世界地図のバリベーションを紹介していました。日本で使う世界地図も載っていますが、いわゆるサウスアップの地図、世界をグローバルサウスから見た地図と同じ扱いでグレーの地図になっていました。太平洋中心、パシフィックセントリックの地図と断りがあり、広く東アジアやオセアニア諸国で使われると説明されています。 これを日本、あるいは太平洋中心の世界地図に馴染んだ地域のローカルな問題と一周してしまうことも可能でしょう。しかし逆に考えるなら、これだけ世界の見方が根本的に異なる人たちに、どうやってコミュニケーションしたら良いだろうかという質問が立ち上がってきます。むしろローカルをしっかり認識していないと、グローバルなコミュニケーションへとつなげていけないという危惧もあります。私の目標は、 グローバルの中に日本というローカルを位置づけるために日本のローカルな事情を取り込んでグローバルとローカルのつまりマクロとミクロの密接なつながりの中にローカルを語ることにあります地図のイメージではこういうことになるでしょうか西洋中心主義に対応した西洋中心の世界地図のほかにも世界の見方があることを指摘した上で日本の地図をグローバルの中でしっかり同時代的に早く把握し ローカルな文化や事情を語っていく。ローカルを語る上で鍵となるトピックの一つが60年代美術です。60年代の日本は国際的同時性を認識したパラダイムサイトとして世界美術史に位置します。これについては2016年に出版された説著ラジカルズムイン・ erness, s ウィルダネスインターナショナル・コンテンポラナイティ o n a l Contemporary n 60s で詳しく解説しました。 日本語訳はまだありませんが、タイトルは荒野のラジカリズム、国際的同時性と日本の1960年代美術です。この本では、ミクロとマクロの視線を合わせて提示することに努めました。ミクロは新州の松沢豊、新潟のガン、関西のザ・プレイの3点の個別研究です。彼らの作品を軸に、60年代日本の革新的独自性を記述しました。 さらには世界美術史の脱中心化と複数のモダニズムの枠組みを再確認して、これら個別研究の事例を出発点として、ボトムアップに記述するためのマクロな歴史の大枠としました。脱中心化と複数のモダニズム。この二つのコンセプトは、従来の西洋中心主義的な歴史,歴史観を修正するもので、近年世界美術史の了解事項になりつつあります。 ただし、大枠ができただけでは、まだ世界美術史のナラティブ構築の第一歩が始まったばかりです。その先の方法論を提案するのが、荒野のラジカリズムの趣旨でした。松沢豊、ガン、ザ、プレイの事例を出発点として、世界美術史を語る中で鍵となったのが、日本における60年代批評の言説から抽出した、国際的同時性のコンセプトでした。 これは終焉に位置して、モダニズムの遅延を体験しながら、他の終焉諸国に先駆けて、追いつけ、追い越せと上いてきた日本ならではの体験的実感が、当時の言説として現れたものでした。国際的同時性のコンセプトを、グローバルとローカルの接点として、比較美術史の方法論を、響き合い、レゾナンスとつながり、コネクションで理論化しました。 この方法論はヒントとなった日本の戦後美術だけに当てはまるのではなく、後発的に展開した終焉のモダニズムにも、さらにはモダニズムに続くコンテンポラリーアートにも応用できるものです。しかも、いわゆる中心とみなされている西洋欧米のモダニズムもまた一枚岩ではなく、そこでも方法論的な意義はあるでしょう。つまり、日本の60年代が世界美術史のパラダイムサイトである、 という理由は、日本の60年代美術がグローバルに解雇して革新的なものであったからだけではなく、新たに世界美術史のナラティブを構築するための方法論において、キーコンセプトの一つとなる国際的同時性をすでに60年代に明確に認識したからでもあります。さて、今日のトークでは、本では見え隠れしていたコンセプトを明確な形で新たに加えます。 それは作家のオペレーションです。このコンセプトは以前にも私の研究で使っていた概念で、特にコレクティビズムの中でも戦前の団体点を語るために編み出したコンセプトです。私は作家の労働には2種類あると考えます。すなわち表現とオペレーションです。近代の作家像で考えると、例えば画家はアトリエで絵を描いて、それが作品、すなわち表現となります。 これを発表し、作品を社会に出していくのはアトリエの外での作業になります。画廊に任せることも含めて、表現を社会化する活動が必要となります。それをまとめてオペレーションと呼びます。つまり作家の仕事は、作品を表現として実現するだけではなく、作品を社会化するオペレーションも行うこと。それが私の考える基本的な作家像です。 オペレーションという新たな資座を導入すると、制作も含めて作家がすること全体を作家のエージェンシーの発露として捉えることができます。エージェンシーというのは日本語にしにくい言葉ですが、ひとまずは主体性と考えていただければよいでしょう。美術史という歴史の主人公である作家の行う表現とオペレーションの両方を考察することで、ボトムアップの歴史のナラティブを精密にしていこう。それが私の意図です。 注目すべきは、表現の国際的同時性、つまり同時期に作られて見た目やコンセプトの似ている作品は必ずしもオペレーションの国際的同時性を意味しないことです。つまり、表現がグローバルに似ていても、オペレーションがローカルに異なる場合が多々ある。作家は自らの置かれた状況の中で表現とオペレーションを作っていく。グローバルだからといって、世界中何でもかんでも全部と同じということはありえません。 それが複数のモナジズムで構成される20世紀美術の世界美術史をエクサイティングでダイナミックなものにしてくれます。それが最も顕著に現れるのはオペレーションの次元だと私は考えます。これで一通りトークのタイトル、東京はどこにある日本の60年代美術を作家のオペレーションから考えるに挙げたキーワードと大枠の歴史観をお話ししました。さて、 私が最初に東京を強く意識するようになったのはちょうど10年前の2012年にニューヨーク近代美術館で開催された東京展でした。東京展と銘打っていますが、関西を本拠とする具体が紹介されている。これは報道内来館での風景です。あるいは、工藤哲美の悪魔を高いインポ哲学のインスタレーションと並んで、九州派の キクハとモクマの対策、奴隷系図が並んでいる。なぜ具体やキクハとモクマが東京店に入っているのかその歴史的意義を解説していれば面白いものになったはずでしたが、実際には東京が記号化してしまっていました。つまり、日本という代わりに東京といって戦後日本美術の前衛性を代表させているように思われたのです。 このことについては、当時発表した短い文章で触れました。もちろん、東京は日本の美術界の中心です。従来の絵画彫刻を包括する画壇だけではなく、戦後新たに台頭してきた現代美術でも、東京は中心だった。東京を本拠とする作家にとって、中心としての東京が自明の場所であったとしても、 地方の作家のイマジネーションの中で、中心としての東京が出ていくべき場所、あるいは出ていきたい場所として存在していたことは想像に固くありません。作家のイマジネーションの中に東京があることを理解した上で、作家のエージェンシーを重視するなら、地方の作家が東京で展覧会を売って出る活動の意味、 逆に地方をあえて活動の場に選ぶ意味などをオペレーションの問題として美術史の物語に取り戻していけるでしょう。戦後美術、特に私が講義の60年代と考える1950年代半ばから1970年代半ばまでのほぼ20年間の間に作家が主体性を持って展覧会のオペレーションに取り組んだモーメントが2つありました。 一つは1954年に創設された関西を本拠とする具体です。もう一つは1960年代半ばの自主アンデパンダンテン運動です。ほんの数年続いた短い運動でしたが、東京に対して地方をクローズアップさせる重要な役割を果たしました。説長、荒野のラジカリズムで取り上げた松沢豊がザ・プレイが登場する重要な背景となっています。 この二つのメルクマールを考えることで、東京がどこにあるという問いを反語的に見直してみたいと思います。この二つのうち、具体は関西を本拠として1954年に設立された現代美術の実験と革新を追求した集団として知られています。戦前の美術団体的コレクティビズムと、戦後の小集団中心のコレクティビズムをつなぐ、軽フな集団です。 正式名称を具体美術協会。近年では海外での評価がいよいよ高い具体ですが、不思議なことに日本では地元関西を除いて、その重要性がいまだにしっかりと受け止められているようには感じられません。戦後美術批評の御三家の一人、波生一郎は、具体を東京で最初に見たときは、火星から来た生き物にでも出会ったような気がしたという言葉を残しています。 当時の東京の美術界が舞台を理解できなかったのは事実ですが、何が火星人だったのかということを今一度考えてみるのも良いかもしれません。表現の点では、すでに1951年の段階で大きな差がついていました。この年に日本で転換されたポロックを見て、フランスの戦後絵画を世界最新と考えていた東京はポロックを理解しませんでしたが、 吉原はいち早くインスピレーションを得て、新しい絵画のあり方を考え始めていました。そして1955年の東京デビューの段階では、舞台メンバーたちは、東京の考える造形の域を超え、ジェスチャー系抽象の先の表現までを探っていましたから、舞台はまさに火星人でした。 それでいて、美術団体中心の画壇のあり方に疑問を抱いていた現代美術系の関係者にとって、具体美術協会という急変な命名で団体点を思わせるグループは、時代錯誤に移ったかもしれません。何より、二課の吉原が率いる集団ということで、見る前からまずオペレーションの点でクエスチョンマークがついていたかもしれません。 まず、リーダー吉原二郎は、創立メンバーよりも20歳前後年長で、戦前から戦後にかけて美術団体の老舗二課会と、二課会内の小集団救出会の会員でした。さらには、関西美術会の重鎮であり、かつ全国シェアを誇る吉原声優の社長でした。経験のない若いメンバーと共同することを吉原が選んだ理由は、 ポロックが指し示した方向を多角的に探求するための思い切った決断でした。古いモダニズムに住まってしまった同世代よりも何も知らない若者の方が可能性が大きいと考えた節があります。興味深いのは吉原が戦前型美術団体を全否定しなかったことです。戦後になって戦前型美術団体が否定された理由は表現の停滞とオペレーションの封建性でした。 一方、団体展に長かった吉原は、美術団体的なオペレーションの安定と継続の利点をも知っていたでしょう。これを利用して、単に新しい表現を追い求めるだけではなく、表現の熟成と展開の場としても具体を考える。これは戦前にもあった短命な長集団には欠けていたビジョンでした。ただし、究極の目標を新しいアートに置いていた吉原は、 小集団を特徴づける表現の実験性とオペレーションの機動性を団体点の安定型オペレーションを巧みにミックスしました。では、それはどのように実現したのでしょうか。よく知られているように、1954年夏に結成された具体の最初の活動は、1955年1月の具体第一号の出版でした。 この後具体史は不定期に刊行されて1965年まで続きます。具体史観光の後、具体の名を冠した具体美術展の第1回展、つまり団体展ならば旗揚げ公園にあたる第1回展は10月まで開かれませんでした。この間にも活動は続いていましたが、これは何だったのか それは、吉原の求めた新しい表現をメンバーたちが確立し、評価へ結びつ,つけていくための R&D、研究開発機関だと私は解釈しています。R&D、研究開発の最初の一手はメンバーの拡充でした。スライドの左から、田中厚子、花山明、村上三郎、白賀和夫は、すべてゼロ回のメンバーで、勧誘を受けて具体に55年4月頃に、 合流しました。それぞれに具体加入前から実験的な仕事を始めており、入会後の進歩も目覚ましかった。白髪の妻の白髪藤子も夏に合流して、斬新な表現を開拓していきます。55年に参加したメンバーの中には、夏頃に加入した元長さ正もいました。ザリやコルクを使ったオブジェを足足点に出して、吉原二郎の注目を引いたと言います。 大胆かつユーモアに満ちた表現です。R&D 研究開発のオペレーションとして重要だったのは、具体が事実上、吉原の私塾として機能していた点でしょう。吉原が先生であり、絶対的指導者であり、唯一の審査員として君臨しました。他人の真似をするな。今までになかったものを作れ。という市場命令は、個々のメンバーが自らの資質、 を発見できるように知った激励するものでした。ちなみに、吉原自身もまた模倣からは自由ではありませんでした。戦前の作品における様々な西洋美術との類縁が指摘されています。しかし、模倣から抜けきれなかったからこそ、ポロックを越えて先に行くには、模倣ではダメだということを身をもって知っていたに違いません。しかも、吉原の作品を見る目、個々の作家の資質を見極める目は鋭いものでした。 さて、新しい作品ができたら発表してように問うことがオペレーションの課題となります。吉原は自宅のある本拠地、芦ア屋アで市の美術協会の重鎮だったことから、芦ア屋アが R&D 開発研究機関の重要な発表場所となりました。1954年の芦ア屋ア支店では、 審査員の一人として、田中厚子の黄色い布など、新聞が変わり種と報じた作品を逆転入選させました。また、夏には、芦屋市美術協会の主催で、芦屋川沿いの松林の公園で、真夏の太陽に挑むモダンアート野外実験展を開催。メンバーたちは自然空間の大きさに耐えうる強度を持った作品を作って、吉原の期待に応えました。 野外展の成果はそれだけではありません。芦ア屋ア公園での展覧会を見た小原流池花家元の小原法運が、具体メンバーの出品作品の実験性に着目して、東京青山の小原会館で展覧会をするように持ちかけたのでした。交尾を拠点とする小原法運と吉原は旧知の中でした。吉原は戦後しばらくの間、法運や門人たちにモダンアートや前衛の講義をしていました。 ちょうど草月料を筆頭として、ば花のみならず、陶芸や書などの伝統芸術が前園を目指していた時期です。吉原は、お原法運の申し出を開拓、約半年の R&D 研究開発期間を経て、メンバーも拡充し、その多くが資質を発揮する作品を作れるレベルに達したことも確認して、第1回転は満を持しての東京進出となりました。 夏の時点で第1回展を決めることができて、日程設定も戦略性が高まったでしょう。第1回を開催した10月下旬は、秋の団体展シーズン竹縄の時期です。観点を継承した日展は11月初旬に開催でしたので、それにこうして美術ジャーナリズムも活発な時期で、初日に吉原は報道陣を招待しています。 さらに、広報のオペレーションの一環として、お原会館の前庭では、白髪のドローンに挑むのような行為のプレゼンテーションも導入して、映画館のニュースリールにも登場する効果を上げました。吉原の広報戦略は、単なるその場の思いつきではなく、二科会が戦後すぐに採用した大衆化路線でのニュースの話題になったこと、ライフ誌に掲載されたポロックの記事の波及力の学習、さらに、 足屋の野外店での撮影会など、これまでの見分と体験を実践に付した成果に他なりません。具体の名前を冠したグループ展は、年表にまとめたように、第2回展以降もお原会館をはじめとして、高島屋デパートなど、弱小美術団体では確保の容易でない会場を抑えています。 1962年に大阪の中之島に開設された具体ピナコテカは、具体における表現とオペレーションの先行を物語るとともに、さらなる飛躍が目論まれていました。具体ビュース展の開催に見られる吉原の団体的オペレーションはメンバーの成熟を促しました。その一方で特に50年代後期には、実験性を目指した研究開発も続きました。 1956年には舞台を使用する舞台美術を、57年と58年には舞台の上の舞台美術、また56年にライフ史のための報道用プレゼンテーションを行うなど、メンバーの表現意欲を刺激する実験的な展覧会とプレゼンテーションのプログラムを企画しています。表現の展開と向上は、こうしたオペレーションの場で発表された作品に十分に現れていました。 白髪や元長、田中など主要メンバーは60年代になると東京画廊や南画廊、さらには海外の画廊で固定を広くほどの実力を備えていきました。これだけ頑張っても舞台の評価は東京では伸びませんでしたが、確実に海外へのネットワーキングにはつながっていきました。これも吉原のイマジネーションには東京と同時に世界があったからで、こちらは見事に火がついた形です。 こうして見てくると、具体は確かに火星人のような存在です。目利きの教師であり、卓抜なオペレーションの戦略家でもある強力な指導者のもと、メンバーでもあり、弟子でもあった若い作家たちが、師匠には思いもつかないような表現を繰り出して、18年の長きにわたって表現の質を保ちながら集団としての活動を続けました。主要メンバーの一人、白鹿和夫は、60年代半ばに、具体は、 素晴らしい遊び場だったと美術手帳連載で記しています。その遊び場を可能にしたのは、吉原のオペレーション戦略でした。個々のメンバーの多様でオリジナルな表現を含みながら、具体はそれ自体が吉原の表現でありオペレーション、つまり吉原の作品だったと、ひとまずまとめておきましょう。さて、 具体は自己完結した運動でしたが、自主アンデパンダン運動はより必のの広いものでした。東京との距離でもう一つだけ具体で補足しておくと、具体にとって小原会館を東京で使えたことは、展覧会場の問題だけではありませんでした。実は小原会館は池間田流派の会館で、 全国のいけば花師範を集めた研究会などが行われたので、一番上の階に宿泊施設もあったそうです。若いメンバーにとって、東京に出て行って宿泊を心配しなくてよいということはオペレーションの視点からは見逃せません。この点では、東京の作家はヨミリアンデパンダン店において血のりが格段に大きかったでしょう。 1962年の工藤鉄美のように朝市で受付を済ませ、一部屋丸ごと先物勝ちで確保してインスタレーションする場合にも自宅から動ければ作業しやすかったに違いはありません。一般に読売アンデパンダン店と中上の団体店の違いは審査の有無であることは周知の事実ですが、オペレーションの観点からは読売アンデパンダン店は地方への目配りが皆無でした。 ところで、東京と地方との距離は、ビュース団体もよく承知していて、毎年東京で行う定例の展覧会を、主要地方都市に巡回させるところも少なくありませんでしたし、地方支部が独自に定例点を開くこともありました。また、団体展の延長として、戦後休息に各県でミニ日展ともいえる県展が創設され、足足のように視点を作ったところもありました。さらに、団体展ではありませんが、 毎日新聞社が各年で開催した現代展と国際展、東京ビエンナーレは、東京の後、京都、名古屋、福岡などにも巡回しています。対して、ヨミリアンデパンダン展は東京だけで、地方の受け皿はありませんでした。現代美術における東京と地方の格差は、ヨミリアンデパンダン展中止が発表された後の作家の反応に顕著に現れています。 作家が自主的にアンデパンダンテン運動を継続すべきだという意見があった一方で、批評家東野義明が言ったように、いくつもあるうちから展覧会が一つなくなっただけ、これ以上アンデパンダンテンの必要なしというのはあくまで東京にいるから言えることでした。東野の言葉の背景には、戦後徐々に始まっていた現代美術の主流化が60年代になって加速した状況もありました。 東京が絵画彫刻の従来の画壇の中心であるだけではなく、現代美術の中心として、現代美術の作家にとって展覧会の機会が少しずつ増えていました。例えば、1952年に開館した東京国立近代美術館が折に触れて、現代美術の特別展をするようになった。 1956年に創設されたシェル賞のコンペなどで、60年代に入って反芸術を中心とした現代作家が参加受賞するようになった。長岡現代美術館が1964年に設立され、招待制のコンペ、長岡現代美術館商店が設立された。毎日現代展に1962年公募部門が設立されて、若手の現代美術作家が参加できるようになった。 これらは現代美術の制度化に関わる項目ですが、作家のオペレーションの観点から考えると、現代作家のオプションが東京を重点として拡大していたことがわかります。往々にして、東京での展覧会は、東京の美術界とのコネクションが優位に働きますので、ここでも東京と地方の格差は小さくなかったでしょう。ハンゲージのように、現代美術主流化の恩恵を受けている作家たちにとって、ヨミリアンデパンダン展がなくなっても、 県内会が一つなくなっただけという意識は理解できます。さらに、官イコール国、また新聞社のような反官、中間団体による現代美術の制度化と並行して、民による動きも起こっていました。東京画廊や南画廊のように現代美術を扱う商業画廊が出てきました。さらに重要なのは、東京では貸し画廊の数が戦後飛躍的に増えて、 作家主導のオルタナティブなオペレーションの場を提供するようになりました。ですから、篠原牛尾が前衛の道でヨミリアンデパンダンテンの後は画廊の時代だと言えたのも、裏を返せば東京だった頃こそ菓子画廊中心の旺盛な発表が可能だったわけです。対して地方都市では京都や大阪、名古屋を除くと菓子画廊の存在が皆無でないとしても微弱だった。つまり、東京圏外では カシガロウによるオペレーションの可能性が格段に少ない状況だったわけです。一方、自主的にアンデパンダン,ンを続けるべきだと考えた作家もいました。特に、ヨミリアンダパンダン,ンがなくなったことへの地方の作家の怒りは新聞社だけではなく、暗に東京の作家にも向けられていました。岐阜アンデパンダン,ンを主導したババの西尾一蔵の言葉を勘案するなら、 東京に行って、地のりのある作家たちが、美術館の展示規則すれすれや、完全無視の勝手放題をして、反芸術を誇示して、一年に一度東京で発表できる機会を自分たちから奪ってしまった。そんな気持ちが地方の作家にあったとしても不思議ではありません。読売中止後の最初の自主アンデパンダン展は、アンデパンダン64で6月に開催。読売アンデパンダン展と同じ東京都美術館で開催されました。 作家が自主的にアンデパンダン展を開催するという趣旨を応援して、批評家の波竜一郎が会場確保にあたり、前衛美術会の年時点に割り当てられていた東京都美術館のスペースを借り受けました。これはオペレーションの観点からは重大な事実です。なぜなら東京都美術館は団体展というオペレーションのメッカであり、 1926年の開館から40年近く経って、主要団体がビュース展の展覧会日程に定位置を持ち、それと相まって新聞社主催の展覧会などに会場を貸していました。ですから、全英ビュー会は定位置を新山のアンデパンダン店に譲ったことになります。通称、波流のアンデパンダン店は無理のある会場手配で、 東京都美術館の性格を知っている作家なら同じことは二度とできないであろうことを十分に知っていたはずです。ここから東京ではない場所でのアンデパンダン展が始まります。これに手を挙げたのが岐阜の集団馬場でした。制度が不十分なら自分たちでオルタナティブなオペレーションのプラットフォームを作るという戦前の団体点を動かした DIY の精神はこうして 戦後の自主アンパン運動に引き継がれたわけです。リーダーの西尾一蔵が現代美術、百9 6 5年3月号に発表した宣言文、馬場が提案するネオアンデパンダンフェスティバルについての冒頭は名文です。吉原二郎の具体美術宣言が朗々と表現の理想を語ったのに対して、西尾はオペレーションの理想を歌い上げます。主張。 全国に万拠する一匹狼の総決起集会である巨妄の権威に拮抗する方向は野望を自覚するすべての作家の結集を要求する一つヌアンパンの出発はアルトアンパンの終焉の時点に立つ二つエリートのための密室化した美術館からの解放三つフェスティバルは国体のスケールで行こう まず、岐阜国体に向こうして次に結集されたエネルギーの核を移動させよう。来年はどこへこの呼びかけのもと、1965年の夏に岐阜で開催されたアンデパンダンアートフェスティバルのために、ババを中心として主催者は3会場を確保。展覧会は岐阜市民センター、近郊園、そして長良川下半で行われました。作家が展覧会に、いわばゲストとして参加した4ミリアンデパンダン展とはこのなり、 ギフアンデパンダン展は、主催側も参加側も、作家が社会責任を自覚した企画と開催でした。特に注意を払ったのは、長良川での展示でした。山の中を流れる長良川は、夏の急な雨で鉄砲水の出る危険があり、万が一河川敷の作品が流されると、下流で橋やカークなどの破損も起き得ます。従って、警報が出たら、即座に作品を河川敷から自分たちで撤去しないといけない。 取材者は参加予定の作家たちと会議を持ち、数人で協力して持ち出せることを念頭にサイズや重量を協議しています。しかも、長良川は観光名所なので、美術関係者だけではなく、一般の観光客や親子連れも来るので、危険な材料や仕掛けはご法度。さらに展覧会後は現状回復が河川法の大前提でした。主張で第三に挙げられている 国体式の持ち回りで開催するアイディアは東京では出てこない発想でしょう。年次開催を可能にするために毎年異なる地域が持ち回りで自主アンデパンダン展を開催、継続させるアイディアです。出品者を全国から募る全国レベルの展覧会はとても個々人のレベルで主催できるものではないでしょうから、一つの妙案でした。 実際、大阪の池水慶一たちが、翌66年夏の開催を申し出て、岐阜の準備段階から参加していました。その結果は大成功だったと言えるでしょう。全国からの参加者の中には、馬場だけではなく、岡山青年美術家集団、群馬県前橋の野モグループ、埼玉県大宮のガガ現代美術会、浦和の埼玉前衛美術家集団、東京のジャックの会、 神戸のグループ E、名古屋のゼロ次元など、地方の前衛といわれる小集団が参加して、現代美術の裾野の広がりを見せる一方で、長良川河川敷の会場には、馬場と西尾個人、大阪から参加の無名のグループ2組も含めて、21件の参加を見て大盛況でした。展覧会の関連プログラムに参加者の一人、松田豊の提案した、 現代において芸術は可能かというテーマのシンポジウムを開いたこともあって、東京からも批評家や報道関係者が訪れました。大阪から赤根、ね、和を、東京から東野義明と作家の池田達夫をパネリストに招待し、結果この3人が美術手帳と芸術新潮に点票を出しています。 この三人が揃って評価したのが、池水圭一のホモ・サピエンスとグループ E の穴で、両者ともに長良川の河川敷を使いながら展示規則を遵守しながらも、創造性を発揮して自然の空間に負けないアイディアと行為を実現させました。岐阜のほかにも全国でいくつか作家指導で自主企画するアンデパンダン展が開催されましたが、短命に終わっています。 また国体流の自主アンデパンダン展は、岐阜に続いて66年に大阪の堺市で、池水慶一たちが就寝となって開催し、ハプニング部門を設けるなど新しい実験がありましたが、それ以上には続きませんでした。ただし、作家が集まって共同したとしても、全国規模の展覧会を継続開催するのは、時間や労力、またロジスティックスの面で簡単なことではありませんでした。 しかしながら、具体では自己完結してしまった野外展や行為の実験のナナティブを新たに地方で起動させた意義は、ギフアンデパンダン展に深いと思います。摂著荒野のラジカリズムで取り上げたシモスワのマスアタカと関西のザ・プレイは、自主アンデパンダン展から大きく飛躍した作家だと位置づけられます。 一方、自主アンデパンダンテン運動に参加するには若すぎたガンは、東京を意識して最初の1年間旺盛に東京と新潟で連続グループテを菓子画廊で打ちましたが、資金が枯渇し、医師や雪など地元の要素を生かしながら東京との距離を縮める実践を積み重ねました。私たちは往々にして歴史を一筋の流れとして思い描きます。 しかし、歴史自体はいくつものナラティブの流れとして生成されている。私たちの歴史観もまた重層的でなければならないでしょう。今日のトークの中で、地方という言葉を何回も使いました。東京と地方という物語の重層化は、60年代日本を語るのに重要です。しかしながら、この構図は地理の問題に限られがちです。むしろ東京を制度の場、 そして現代美術の主流化が減少した場と捉えるなら、それに連動しながらも対峙する動きを荒野という言葉に託す。それが荒野のラジカリズムの指旨でした。荒野の言葉には、東京に対する地方という地理の対比、主流化する現代美術に対するオルタナティブな表現の実践、 上から作られた制度がなければ、あるいは不十分であれば、do it yourself, do DIY で自分たちでオルタナティブなプラットフォームを作っていくオペレーションの精神。つまり、地理、表現、オペレーションの3つの次元に複層的に定義されます。これは戦前の美術団体が使っていた、感に対する罪悪という言葉を現代に勘案して、 松沢豊が自主アンデパンダンテン運動に賛同して構想した作品タイトル、荒野のアンデパンダン64を借りたものです。この尺用には非物質的コンセプチャリズムを考案した松沢豊の大胆な革新性が表現の点でもオペレーションの点でも常識の世界、 実の領域を超えて、心の目でしか見えない巨の領域に踏み込んでいった探求に、荒野の作家たちのラジカリズムが最も鮮明に現れていたことに対する思わずも込めています。最後に大枠のまとめをしておきます。オペレーションに着目する世界美術史のナラティブの構築は、 従来の制度史の研究を拡張し、制度に意義申し立てをする前衛という従来の定義や概念を修正するものです。すなわち、現代美術の東京における種類化という上からの制度を補完するかのように、私が荒野と名付けた地方では、作家のエージェンシーが起動して、自前のプラットフォームを実現させて、新しい表現を作っていく。これは、 オペレーションに着目したからこそ見えてくる日本の60年代美術の一大特徴です。一見するとこれは日本のローカルな状況にのみ関わる問題のようにも見えます。しかし実際には作家がオペレーションのエージェンシーを発揮して既存の制度がなかったり不十分だったり無力だったりする現実を打開するために自分たちが do it yourself の精神を発揮して 必要な、あるいはオルタナティブなプラットフォームを作っていく。これは西洋近代的な美術制度の整備が遅れていた、そして現在も不備であるかもしれない、グローバルサウスでも珍しくはありません。例えば本年度のドキュメンタ15で、ルアングルパが提唱するルンブンというキュレーションのコンセプトは、まさに作家がエージェンシーの主体性を握って、オルタナティブなアートのエコシステムを探求する実践で、 まさに私たちの考える表現とオペレーションが一体化したコンテンプラリーな例となります。つまり、作家がオペレーションを通じて大きな役割を果たした点でも、60年代日本は世界美術史のパラダイムサイトである。これが今日のお話の大枠での結論となります。ご清聴ありがとうございました。トミさん、貴重なお話、どうもありがとうございました。 今回、都民さんがお話しくださった内容から、アートの歴史が重層的であること、そしてその面白さを教えていただいたように思います。1960年代のアーティストたちのオペレーションから、特定の作家や展覧会に興味を持たれましたら、ぜひそこからご自身の関心を広げていただけると嬉しく思います。なお、アートウィーク東京のオンライントークでは、同じく1960年代から活動し、64年に渡米し、フルクサスに参加した、 シ美ウミエコさんと橋本あささんのトークや同じ1964年の東京五輪以降の東京を都市開発とアートという視点で対談したまさか健次郎さんと藤村隆二さんのトークもありますご興味がある方はぜひこちらもご視聴ください本日はありがとうございました